地域でさまざまな活動をしている団体をご紹介してまいります。ライブ神奈川コミュニティ、ここからは私宮内恒雄が担当してまいります。さあまずはですね、このコーナーのテーマについて神奈川県庁政策局の北林さんから紹介してもらいます。はい、お願いします。よろしくお願いします。神奈川県では笑いあふれる人生100歳時代の実現を目指してコミュニティ再生活性化の取り組みを進めています。このコーナーでは地域で活動しているさまざまな団体をご紹介し、テレビの前の皆さんの地域活動の参考にしていただければと思います。今日はどういった団体を紹介してくれるんですか。はい、今日はですね、茅ヶ崎市でこちらのフリーペーパーを発行しながら環境問題や社会問題に取り組む20代ユニット、地球過保護プロダクション、ベニリンゴさんをご紹介します。ベニリンゴ、謎が多そうですね。これ多いですね。ではその謎をご本人に聞いていただければと思います。はい、ここからはバトンタッチさせていただきます。それでは田中さん、よろしくお願いします。はい、どうぞこちらの方に。はじめまして、はい、ベニリンゴの田中愛乃です。よろしくお願いします。で、田中さんがこのファッション雑誌のようなおしゃれなフリーペーパーを作っているご本人、はい、私ともう一人相棒の阿部しおりという、私、こちらは私なんですけども、安倍首里の2人で、こちらでベニリンゴという名前で表紙、裏表紙、はい、ちょっとインパクトがあるフリーペーパーを作りたいなと思った時に、ちょっと私たちを載せさせていただきました。はい、自分たちでね。さあ、これユニークですよね。地球過保護プロダクション、はい、ベニリンゴ、はい、実際にどういうことをやってるのかっていう活動ですね。はい、これ教えてください。私たちは茅ヶ崎を地元にしていて、そこを拠点に環境問題の情報発信をしている団体でして、で、町の課題や環境問題についてまとめたこちらのフリーペーパー発行していたり、相模川の河口で月に一度クリーン活動をしたり、市内の小中学校、高校、保育園などで訪問授業をしたりなど、そういった形で具体的に活動をして情報を発信しています。田中さん、この活動を始めるきっかけね、はい、動機ね、はい、これを教えてください。動機は、私は高校生の時に、就職などいろいろ考えた時に、社会課題に対してこう取り組めるようなお仕事をしたいなと将来思っていたんですけど、その時にちょうど2019年に SDGs に出会って、これを私は取り組んでいきたいと思ったんですけど、その頃まだ SDGs が周りに広まってなかったので、周りにじゃあ地元から広めたいなということでフリーペーパーを作ったのが活動のきっかけになっています。それが原点ということ。はい、そうなんです。それでね、僕ねこのね、フリーペーパーを見てね、はい、あ、ファッション雑誌かと最初思ったんですけど、そうじゃないというのは今田中さんのね、はい、話でもって分かるんですけど、でもファッション雑誌かのように見てもらいたいというのが私たち思いあったんですよ。お、課題とか環境問題って難しいイメージがあったりするので、もう表紙とかからしてそういうのが出てるとあまり手に取らないので、なんかラフにこう開いてみたらこういう情報を知れるっていうのを得たかったので、まさに、はい、午後開いてね、古着、そうなんです、これを取り扱った、はい、これなぜ今大量生産大量廃棄でゴミの問題が世界的にも、日本もそうなんですけど結構課題になっているので、古着をこう選択するだけでも環境に対してプラスなアクションですよっていうのを発信したくて、リサイクルコーデリサコっていう名前でそのページを作っております。しかしこのボリュームから言ったら、取材やなんかは田中さんと阿部さんがやるんでしょ。はい、そうなんです。後続はどうすんのこれ。でも実は高校生が私たちの思いに共感してフリーペーパーを手伝ってくれたりとか、イベントのお手伝いをしているコベニリンゴっていうサポーターがいるんです。いや、この子たちが取材をして、それもちゃんと記事にしてこれに載せるということ、載っているので、よかったらぜひ皆さんチェックしていただけたらと思います。それから活字の世界ばっかりじゃなくて、田中さんはなんか最近メディアにも進出したって。そうなんです。ベニリンゴは茅ヶ崎で、10月から立ち上がったコミュニティ FM の、茅ヶ崎 FM で、朝火曜日水曜日8時から10時で番組を持たせていただくことになります。FM なんですけども全国で聞けることができてしまうんですよ、茅ヶ崎 FM が。なので北海道からのメッセージだったりとか、もう沖縄からのメッセージで、茅ヶ崎で活動してた私たちなんですけど、ラジオをきっかけにもう全国の誰かに知っていただけるっていうのがすごく大きくて、もうグローバルな世界ですよね。そうなんです。ね、このベニリンゴの野望って何。こう私たちの情報発信きっかけに情報を得た人が何かこうアクションしたいなと思った時に、
私たちがこれまで活動してきて今つながっている人たちにつなげられるようなハブになりたいなっていうところと、あとは市民レベルの活動をこれまでしてきたんですけど、ちょっと行政の方だったり、企業の方とも手を取り合って取り組みをしていきたいなって思っております。田中さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。阿部さんによろしく言っておいてくださいね。はい、お願いします。紅リンゴの活動をお伝えしました。それでは来月のライブ神奈川コミュニティ、どうぞご期待ください。